GNU コンパイラフォージャバ Java は Java のためのフリーなコンパイラで GCC の一部である。Java ソースコードをコンパイルし Java 仮想マシンの Java、バイトコード、または機械語を出力する。またバイトコードを格納した Java クラスファイルやそれらを格納した Java 全体をマシン語にコンパイルすることもできる。GCJ で使用されるほとんど全てのランタイムライブラリーは GNU Class Pass プロジェクトに由来する。オットとスイングの2つのグラフィカル API を GNU Class Pass にサポートさせることに現在多くの労力が投入されている。オットとスイングの両方のフルサポートは間近であり、オットスイングアプリケーションを実行するために3マイクロシステムズから提供されたランタイムを使用する必要性は遠からずなくなる見通しである。 2015年より新しい開発のアナウンスはなく製品はメンテナンスモードとなった2016年9月30日 GCJ は GCC のトランクから削除された削除のアナウンスは GCJ を含まない GCC7.1 のリリースと共に行われた GCJ は GCC6 の一部として残されているクニーはネイティブアプリケーションや C で記述されたライブラリーを Java コードとの間で相互に呼び出せるようにするための GCJ のためのソフトウェアフレームワークである。これは多くの Java 仮想マシンで標準とされているジャニーフレームワークに似ているがクニーの作成者はジャニーに対していくつもの優位性を主張している。我々はクニーをより良い手段だと考えて採用している。特に Java は 標準的なコンパイル技術を使って実装されるもう一つのプログラミング言語に過ぎないとする発想に基づいた Java 実装においてより良いと考える。それゆえ、そして GCC を用いた言語実装はできるだけ互換であるべきなので Java の呼び出し規約は他の言語、特に C で使用される規約に対して実用性を損なわない範囲で極力似ていなければならない。なぜなら我々は Java を C のサブセットと考えることもできるためである。クニーは単に C と Java は同じ呼び出し規約とオブジェクト配置を持ちバイナリ互換であるという発想によるヘルパー関数と規約のセットである。ありがとうございます。